霊夢、どうしたんだ？元気ないようだけど。ああ、マリサ。好きだったアイスが販売中止になってたのよ。最近見かけないと思ったらそういうことだったのね。そりゃあショックだな。でも、アイスってどんどん変わってきたんだぜ。そうなの？ああ、昭和の頃にはもっと変わったアイスがあってな。例えばピーピーパーパーってアイスを知ってるか？ええ？なんてふざけた名前なの？共同乳業が出してたアイスだぜ。それに、カブトくんとクワガタくんっていうアイスもあったんだ。え？虫の形をしたアイスかしら？いや、それが本物の虫が当たるんだ。生きたカブトムシやクワガタが抽選で当たるアイスだったんだぜ。ええ？アイス食べたら虫がついてくるの？赤木乳業の商品で、昭和の男の子たちに大人気だったらしいぜ。虫好きの子供にはたまらないわね。でも、アイスと虫って。そうだな。今じゃ考えられないけど、昭和の頃はいろんな奇抜なアイデアがあったんだ。ええ？昭和のアイス、なんだか面白いわね。今回はそんな懐かしすぎる昭和のアイスを紹介するぜ。楽しみだわそれじゃあ。ゆっくりしていってね。一つ目はみぞれバーだぜ。みぞれバー？聞いたことないわね。どんなアイスだったの？1984年に森永製菓から発売されたシャリシャリ食感が特徴のアイスキャンディーだぜ。シャリシャリって、かき氷みたいな感じかしら？そうだな。でも、かき氷よりもきめ細かい氷の粒が特徴だったんだ。面白そう。どんな味があったの？最初はグレープフルーツとパッションフルーツの2種類で登場したんだ。パッションフルーツ？珍しい味ね。翌年にはオレンジとアプリコットと小豆も加わって、全部で5種類になったんだぜ。ふーん、意外と種類が多かったのね。果物ばっかりの中に小豆が入ってるの、ちょっと面白いわ。そうだな。特にグレープフルーツ味はみぞれバーの象徴として人気が高かったんだぜ。グレープフルーツ味ね、確かに美味しそうだわ。暑い夏にぴったりって感じがするわね。ああ、森永もこのみぞれバーについて。夏真っ盛りのギラギラした太陽の下で食べるのが似合う、太めのバーである。って紹介してるんだぜ。やっぱり夏に似合うのね。ところで、みぞれバーってまだ売ってるの？残念ながら、1999年に販売終了したんだぜ。なんで？人気あったんでしょ？いろんな理由があるみたいだが、他の人気アイスの影響が大きかったんだぜ。他の人気アイス？どんなのよ？例えばガリガリ君みたいなアイスだな。どんどん人気を奪っていったんだ。ああ、確かにガリガリ君もシャリシャリしてて美味しいわよね。ただ、みぞれバーは一度限定で復活したことがあるんだぜ。本当？いつの話なの？2018年の夏だ。セブンイレブン限定で、グレープフルーツ果汁 100% を使った新バージョンが発売されたんだ。それは食べてみたかったわ。現代の味覚に合わせてリニューアルされてたからな。懐かしさと新しさを同時に味わえたんだぜ。ねえねえ、ところでみぞれバーってどうしてみぞれって名前なの？それはな、シャリシャリした食感が、みぞれに似てるからなんだ。みぞれって雨と雪の中間みたいなあれね。でも、みぞれって寒そうじゃない？はは、確かに寒そうだな。でも、暑い夏にぴったりのアイスだったんだぜ。そっか、夏に食べるみぞれみたいなアイスって想像しただけで涼しくなるかも。みぞれバーは、多くの人の夏の思い出になったんだろうな。うん、きっとそうね。二つ目はチューペットだぜ。名前からして、なんだか可愛いわね。チューペットは1975年から2009年まで作られてた夏の定番アイスなんだぜ。長い間愛されてたのね。どんなアイスだったの？細長い棒状の容器に入ってて、凍らせて食べるんだ。ふーん、普通のアイスキャンディーみたいね。いや、実はチューペットには面白い歴史があるんだ。どんな歴史なの？もともとはチューチューと呼ばれるポリエチレン容器に入ったジュース。つまり清涼飲料水として売られていた。でも、1950年に清涼飲料水に税金がかかるって噂が広まったんだ。もしかして、それで凍らせるようになったの？そう。駄菓子屋が税金逃れのために凍らせて売り始めたんだぜ。なるほど。でも、税金って結局どうなったの？実は、結局導入されなかったんだぜ。でも、凍らせて食べる方法がすっかり定着しちゃったんだ。それでチューペットっていう名前に変更したってわけだな。面白い由来ね。ところで、チューペットってどうやって食べるの？ああ、それがまた面白いんだ。真ん中のくびれから二つに割って食べるんだぜ。割って食べるの？そんな食べ方、考えた人は天才ね。実はな、それも偶然から生まれたんだ。作った会社が意図したんじゃなくて、消費者が勝手にやり始めたらしいぜ。みんなで作り上げたアイスなのね。そうだな。面白いのは、最後まで清涼飲料水として売られてたことだ。
え？アイスじゃなかったの？そう、正式には飲み物だったんだぜ。なんだか複雑なのね。ところで、チューペットってどこでも同じ名前で呼ばれてたの？いろんな名前があったような気がするわ。実はそれがまたまた面白いところでな。地方によって呼び方が違うんだ。例えば、九州ではボジュース、岐阜ではカカンって呼ばれてたんだぜ。全然違う名前じゃない。でも、なんだか親しみやすそう。そうだな。地域の文化が感じられて面白いよな。残念ながら、2009年に生産中止になったんだけどな。どうして？実はかなり深刻な問題があったんだ。製品にカビが混入してるのが発見されたんだぜ。カビ？それって大変じゃない？そうなんだ。すぐに自主回収を始めて、調査を行った結果、2種類のカビが見つかったんだ。幸い毒性は弱かったみたいだけどな。でも、どうしてカビが生えちゃったの？製造過程に問題があったみたいなんだ。会社としては再発防止のために工場設備を改善しようとしたんだが、改善にかかる費用があまりにも高かった。結局、安全性を確保できないってことで、やむを得ず生産を中止することになったんだぜ。そういう事情があったのね。長年愛されてきたアイスだったのに、残念ね。そういえば、チューペットにはいろんな食べ方があったんだぜ。どんな食べ方があったの？製造元のおすすめの食べ方がいくつかあってな。例えば、凍らせてないのを炭酸で割って飲んだり、凍ったのを輪切りにして牛乳をかけてデザートにしたり。わぁ、アレンジが効くのね。そうそう、大人向けには焼酎で割って飲む方法もあったんだぜ。お酒とも合わせられるの？なんだか万能ね。それだけじゃないぜ。お弁当と一緒に包んで保冷剤代わりにも使えたんだ。なるほど、食べられる保冷剤ね。すっごく便利そう。そうだな。チューペットは単なるアイスを超えて、日本の夏の文化の一部だったんだぜ。三つ目はトムとジェリーの渦巻きアイスだぜ。わぁ、懐かしいわね。確かあの渦巻き模様が可愛かったわよね。そうだな。このアイスは1990年代に発売されて、チョコとバニラの渦巻き型が特徴だったんだ。なるほどね。あのパッケージも可愛かったよね。ああ、トムとジェリーが書かれたパッケージがとても人気だったんだぜ。確かとっても安かったんじゃなかった？その通りだ。6本入りで300円と、お手頃価格だったんだ。それなら、お小遣いでも買いやすいわね。全く同感だ。スーパーの定番商品だったんだぜ。なんで販売終了しちゃったのかしら？それがね、実は明確な理由は分かってないんだ。ただ、アニメやキャラのリバイバルブームが去ったのが一因かもしれないな。でも、公式 SNS アカウントには復活を望む声がたくさん寄せられてるんだぜ。じゃあ、きっと復活するんじゃない？実はな、それが難しいらしいんだ。え？どうして？公式 SNS で説明があってな、トムジェリーのアイスに関する問い合わせはすごく多いらしいんだ。それなら、みんなの声に応えて復活させればいいのに。そうなんだが、製造設備の問題があるみたいなんだ。老朽化が進んで、もう製造設備が残ってないらしいんだ。そんな、新しい設備を作ればいいんじゃないの？そう簡単にはいかないみたいだな。設備投資には莫大な費用がかかるし、採算が取れるかどうかも不透明だからな。そっか。それじゃあ難しいわね。でもこんなに人気があるのに、残念だわ。ああ、寂しいもんだ。でも、こうして懐かしむ人がいるってことは、それだけ愛されたアイスだったってことだよな。うん、そうね。思い出の中で、あの渦巻きアイスはいつまでも甘くて美味しいままなのかもしれないわ。四つ目は明治うまか棒だぜ。うまか棒？なんだか懐かしい響きね。1979年3月に九州地区限定で登場して、2019年秋まで販売されていたんだ。40年も続いたのね、すごいわね。最初は九州地方だけだったけど、あまりの美味しさに全国展開されたんだぜ。それはすごいわ。そして、バッテン荒川、山本慎也、桑野信義といった昭和のスターたちが CM に出ていたんだ。なんか聞いたことある名前ばっかりだわ。でも、実際に食べたことはないのよね。それはもったいないぜ。うまか棒は丸い棒の周りに、バニラアイスがあって、その周りをチョコナッツでコーティングしてあるんだ。それは美味しそうだわ。口に含むとまずは濃厚なチョコとナッツの風味が広がって、その中から柔らかいバニラアイスが現れるんだ。もう、聞いただけでよだれが出るわね。しかも、当たりくじ付きで、発売当初の値段は50円だったんだぜ。そんなに安かったの？ああ、それに、いろんな種類があったんだ。うまか棒ミニやうまか棒 Z、期間限定でイチゴバニラ味やヨーグルト味も出たんだぜ。バリエーション豊富だったのね。でも、2019年にラインナップの更新で、残念ながら製造終了となったんだ。それはショックね。どうして終わっちゃったの？
詳しい理由はわからないんだが、健康志向や高級志向、若者のニーズの変化が背景にあるんじゃないかって言われてるんだ。そっか。時代の変化なのね。でもな、2023年にファミリーマート限定で再販されたらしいぜ。え、本当？じゃあまだ希望があるわね。そうだな。懐かしのアイスは意外と復活したりするもんなんだぜ。うん、うまかぼうの美味しさをまた味わえる日が来るといいわね。5つ目はラーメンアイスだぜ。ラーメンアイス？そんなのあったの？ああ、登場したのは1986年だ。諸説あるけどな。結構昔なのね。見た目はどんな感じだったの？カップ麺風のデザインだったんだ。バニラアイスとゼリーのメンマが入ってて、ナルトとグリーンピースは本物だぜ。本物のナルトとグリーンピースが入ってるの？変わってるわね。そうなんだぜ。味はオレンジソースとチョコソースの2種類があったんだ。ラーメンにバニラアイスって、ちょっと想像できないわ。確かに、どうしてもおかしな感じがするよな。しかも終了した理由も明確じゃないんだ。そうなの？多分斬新すぎて定着しなかったんじゃないかって言われてるんだぜ。それは納得ね。あまりにも冒険しすぎた感があるわ。このラーメンアイスを作った赤城乳業ってのが面白い会社で、なんとラーメンアイスだけじゃなくて、同時期にカレーアイスも作ってたんだぜ。え？カレーアイス？それってどんなアイスだったの？これがまた面白いんだ。バニラアイスのライスにカレーに似せたチョコレートソースを添えたアイスだったんだぜ。まあカレーなのにチョコレート？ますます想像できないわ。そうだろ？しかも味は2種類あってな。マイルドな甘口とビターな中辛があったんだ。え？甘口と中辛？本物のカレーみたいね。でもアイスなのよね？そう、アイスなんだぜ。赤城乳業はかなり冒険的なアイスを作る会社だったんだな。斬新すぎるわ。でも、こういうチャレンジ精神は素晴らしいのかもしれないわ。そうだな。たとえ失敗しても、新しいことに挑戦する勇気は尊敬に値するぜ。そうね。こんな変わったアイス、一度は食べてみたかったかも。もし復活したら一緒に食べようぜ。6つ目は花束アイスだぜ。花束アイス？聞いたことないわね。チューリップアイスとも呼ばれていたんだ。赤城乳業から1972年に発売されたんだぜ。1972年って、結構昔ね。どんなアイスだったの？花束アイスは、その名の通り花束の形をしたアイスキャンディだ。カラフルな一口サイズのアイスバーが竹ひごのような棒に刺さっていたんだ。なんだか、見た目も楽しそうね。でも竹ひごって、ちょっと危なくない？確かに、現代の安全基準から考えると驚くかもしれないな。でも当時はそれが普通だったんだぜ。そうなのね。どこで売ってたの？銭湯でよく売られていたらしい。お風呂上がりに冷たいアイスを食べるのは最高だったんだ。へえ、銭湯って懐かしい感じがするわ。そうだな。子供たちは銭湯で汗を流した後、この花束アイスを楽しんでたんだ。昭和の良き思い出の一つだぜ。でも、なんでそのアイスはもう売ってないのかしら？時代の流れとともに消えていったんだ。商品そのものは魅力的だったけど、冷凍技術の進化や、消費者の思考の変化によって、次第に販売が終了したんだぜ。時代の流れって切ないものね。まあ、仕方ない部分もある。安全性や衛生面を考えると、現代の基準には合わなかったかもしれないからな。昔のアイスって、今となってはすごくレトロで興味深いわね。7つ目はコーヒーフロートだぜ。コーヒーフロート、なんだかおしゃれな名前ね。ああ、1960年代に登場した、森永製菓の100円みぞれシリーズの一部だったんだ。100円みぞれシリーズってどんなシリーズだったの？練乳、いちご、あずき金時、バニラアイスが入ってて、夏にぴったりの味だったんだぜ。贅沢だわ。特にどの味が人気だったの？やっぱりコーヒーフロートだな。コーヒーのほろ苦さに甘いバニラアイスがよく合ってさ、もう最高だったんだ。すごく美味しそう。どんな食感だったの？それがまた特徴的でな。最近のふわっとしたかき氷とは違って、ガリッとした食感だったんだ。ガリッとした食感なのね。そう、それにアイスとかき氷部分を混ぜる時の絶妙なネリッとした感触が、たまらなかったって人も多いんだぜ。なるほどね。でも、なんでなくなっちゃったのかしら？理由は売り上げの低迷と購入者層の高齢化だ。そして2018年に販売終了したんだぜ。もったいないわね。でもなんとかまた食べられないの？残念だけど、公式にはもう販売してないんだ。でもな、似たような商品は他にもあるらしいぜ。本当？双葉食品やトップバリューから、似たような商品が発売されてるってファンが見つけたらしいんだ。それは嬉しいわね。でも、本物のコーヒーフロートとは味が違うのかしら？まあ、完全に同じってわけにはいかないだろうな。でも、懐かしの味を少しでも思い出せるなら嬉しいもんだぜ。そうね。
思い出の味を求めて新しい商品を試すのも楽しそうだわ。8つ目はバニラエイトだぜ。バニラエイト？どんなアイスなの？1970年に登場した森永製菓のアイスなんだ。本来はアイスクリーム 8% って名前だったんだぜ。 8% って何のことかしら？牛乳脂肪分が 8% 含まれているって意味だぜ。当時はそれが高品質の証だったんだ。それでエイトって名前になったのね。その通りだ。パッケージも印象的で、トリコロールカラーのデザインだったんだぜ。トリコロールカラーって青、白、赤のこと？そうだぜ。まさにそのカラーリングだったんだ。見た目もオシャレだったのね。さらにバニラエイトには兄弟商品もあったんだ。ルーキーとデリカデラックスっていう。兄弟商品？気になるわね。どんなアイスだったの？ルーキーはチョコレートがかかったアイスで、デリカデラックスは豪華なナッツ入りだったんだ。どれも2000年頃まで販売されていたぜ。それは懐かしいわね。でも、なぜ消えたの？市場の変化や商品の入れ替えがあったんだろうな。でも、ファンの声で復活したこともあったんだ。復活？それは嬉しいニュースね。ああ、数量限定で復刻版が登場したんだぜ。このバニラエイトはシンプルな材料で作られた味が特徴だったんだ。シンプルな材料ってどんな？ミルクと砂糖、少しのバニラエッセンスだけさ。余計な添加物がほとんど入っていなかったんだ。それは美味しそうね。当時の製法を再現しているから、昔ながらの味わいが楽しめたんだぜ。当時と同じ味を楽しめるのは素敵だわ。9つ目はクロキュラーだぜ。クロキュラー？なんだか怖そうな名前ね。1983年にロッテから発売されたアイスなんだ。見た目は真っ黒なのに、味は普通のアイスクリームだったんだぜ。え？真っ黒なの？でも味は普通？そう。そのギャップが大きな話題を呼んだんだ。しかも、食べると舌が真っ黒になるんだぜ。まあそれって面白そう。でも、なんでクロキュラーっていう名前なの？ドラキュラをもじったんだよ。CM にも緑色の顔をしたクロキュラー伯爵が出てきてな、君の舌を黒くするぞって言うんだ。あはは怖いようで、なんだかコミカルね。当時の子供たちは夢中になって食べてたらしいぜ。舌を真っ黒にして、何度も何度も食べてたんだとよ。でも、もう売ってないんでしょ？実はな、2006年と2012年に復刻版が出たんだぜ。本当？懐かしのアイスって復活することが結構あるのね。ああ、それだけ人気があったってことだな。そういえば、赤キュラーっていう姉妹品もあったんだぜ。赤キュラー？今度は赤いの？その通り。外側は真っ赤で、内側は真っ黒。こっちは舌が真っ赤になるんだ。なるほど。他にも色違いのキュラーってあったの？実はな、2015年にローソンが青キュラーを発売したんだぜ。まあ今度は青なのね。そう。外側は真っ青で、内側は真っ黒。でも両方ともマンゴー味だったらしい。見た目と味が違うのね。でもこういうアイス、今の若い人は知らないかもしれないわね。さて、今回は昭和の懐かしいアイスを9つ紹介したぜ。うん、どれも面白かったわね。特にミゾレバーのシャリシャリ感が気になるわ。ああ、また復刻版が出たら食べてみたいものだぜ。ねえねえ、マリサ、私もみんなに愛されるアイスを作ってみたくなっちゃった。ほう、どんなアイスだ？マリサの魔法のほうきアイスってどう？ほうきの形のアイスを食べると空を飛べるの。おい、そんな詐欺みたいなアイス作るんじゃねえ。もう、マリサったら夢がないわね。夢どころか悪夢だよ。まあ、アイデアは面白いけどな。視聴者の皆さんも懐かしのアイスがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。このチャンネルでは、昭和のいろんな話を扱っているから別の動画もぜひ見ていってね。チャンネル登録、いいねもお願いします。ご視聴ありがとうございました。